Yasuo打ち、豊臣の秀吉様の残された天下を守るのだ! Take it!
こそは最善を尽くす! さきては打ち破り勢いに乗りさらに進め。この隊進め。前後より戦運へ打ち上げよう。さすが忠勝、効果的な運用だ。しかしその程度じゃ止まってやれませんな。この辺でちょっと仕掛けておきたいところですね。 大阪より毛利輝元の軍勢が接近中。 その数5万。 何の援軍が来るだと。 これじゃ戦をひっくり返されちまう。 小手先の策だが少しは楽に戦えそうだ。 首まであと少しだ。全軍一気頼まれようか。気に突き進め。させん。本田平八ある限り殿のもとへはたどり着けぬと知れ。これだけ敵を引き出せれば十分だろう。小早川、菊川、展開して西軍を押しつぶせ。 貴様にあれだけ業を被りながら。開門。戦え、高虎に続け。ここが勝負の決め時よ。 一気に仕掛けてきた。耐え抜いて反撃の糸口をつかむ。吉川の後ろには毛利秀元がいるはずだ。家中の寝返りに動揺も現れる。三成よ、お主の疑心は実に尊い。だが毛利秀元の使者、寝返りなる言語道だ。毛利家の威信に関わると伝わる。義経の申す通りだな。我らは西軍として豊臣家に忠誠を尽くす。吉川の寝返りで秀元は動けぬと踏んだが、うまく動かされてしまったな。 ようやく見つけたお前です。ここで立たせてもらわねばならん。流れは見えているはずだ。よし、そうだ。それでも
最後まで戦う。殿の大門を阻まんとする者は全てこの忠勝が切り伏せる。参られ。残る見込みがぐんと増えたわ。殿さえ生きてりゃ負けじゃない。さて、腹くくるが。三成、お前は生きねばならん。激流は俺が止めてみせよう。手助けの身を己は己で守る。
SANADA への相手になるものか。鬼が現れる、そこは地獄となる。急げ。状況だな。救援か、オンに切るぞ。かなう相手ではなかったか。よしつ、やはり頼れる男だ。乗るまい。開門。やめたまれよ。せめて人たち浴びせてくれよ。打ち取ったり。ましたかね。俺、お前がいたからここまで戦えたよ。どうやら分かるな。まさか、サコーン。敵将撃ち取ったり。私らの志と意地見せてもらった。なれどこの戦はわしの勝ちよ。三成を囲め。家康に一矢報いることができた。あとは託したぞ、雪村。